はい、皆さんこんにちは、こんばんは。今回も無双ロジ2やっていきましょう。では第3章、傭兵間の戦いやっていきます。では行きましょう。幼者の出現久しぶりやな。久しぶりにやります。地上へ向かう必要がある。はい、奪旗の弦を受けて馬将らは蜀の都成都に軍を向けた。本当はね、いつもため撮りしてるんやけど、今日は久しぶりに撮ってるって感じですね。はい、星城へ至るには蜀と徳川の領地を通らねばならない。そのための協力を得ようと考えたのである。いろいろやることあったら大変。徳川家の当主家康は共に神君として名高い。事情を明かせば聞き入れてくれると思われた。しかし、ことは簡単に運ばなかった。生抱き側になぜついてんのかお前らみたいなね。ところで消費どうなってんのお前ら。はじめとする諸徳川の猛将たちが立ちふさがったのである。いや、強いのよメンツがな。劉備殿に直訴できればと思ったが、道を塞がれたな。我らが奪旗に協力していると知られたようだ。よく徳川相手か。ならば言葉より武で語った方が早かろう。こっちも強いからな。いざ兄者の元まで押し通らん。いや、押し通れよ。押し通らん。本田忠勝、名だたる豪傑が勢揃いかよ。ワクワクすっぞ。面白え。やってやんぜ。やってやんぜ。どういう感じだったっけこれ。またこれもね、久々にやるんですけど、どうしよっかな。これ大丈夫か。受けても大丈夫やな。よし、一応戦場バランス使えば。運長が義の刃。うは、運長10万人倒してる累計。ユッキーも1000人いた。お、ダッキに下れた。見下げ果てたぜ兄じゃ。いや、カウン。上司様が叩き切ってやるから。カウン。覚悟しやがれ。いつぞや聞いたようなもの言うかな。いやでも改めて見るとさ、何回も言うけどさ、俺っつって結構グラフィック綺麗だよね。これ PS4 でやってるけど、まあ、Steam とかもっと綺麗なんやろうなとは思うけど、 PS5 とかさ。よし、さあ、あ、そう、馬変えました。まあ、カウンといえばね、セキトバですよ。はい、もちろん今回も、これ武器屋で買える、ネタ武器でやっていきましょう。正面から当たってぶち破れ。おお、サクなんて興味ないと。あのようにおっしゃいます。敵は関羽殿、打てる手は打っておきましょう。あ、そっか、あれですよ、ちょっとコントローラーが。うんちょ、あれか、 EX2 がないんよ。弓兵が出てくるか。オッケーオッケー。超支流、いざ参る。あ、超できながら見事なもので、うんちゅ、超やったら武勇に頼り切ってもいられません。援軍を要請しましょう。ユッキーで行こうか。ユッキーで超やったら、ユッキーで行こう。雪村と、あなたも、よもや、よもや、よもや、この雪村の槍が武術の槍か否か、特進行くまで受けていただこう。オッケー。私に困った迷いのない一撃だ。彼は自分にして楽器と共にいるのか。あは弓兵恐ろしい。えい、弓兵恐ろしいな、ちょっとな。
強いなぁ、ユッキーは。サラダ流奥義。よいしょ、よいしょ。いや、雪村はもう、ほんと強いからさ、この、槍さばき。さあ、クロッチ行こう。あ、伝令無理だったか。あ、そっか、伝令倒さんといかんのか。だから全然見てなかったわ。まあ、勝てばいいのだ。何事も勝てばいいのよ。勝てばいいのよ。よしよし。クロッチは動画で使うのは2回目かな。オロチでね。援軍は多いほど良いでしょう。さあさあ、雲長が行くぜ。法政、私の知略に勝てる。うなれ、うわっ、強い。参る。お、フィーバー打ち取ったり。燃えろ青龍。殿に報告しなければ。ちょっとフィーバーきついな、ここで。さあ、弓部隊はちょっと撤退してもらって。やったか。あの弓兵舐めたら死んじゃうから。敵本陣へ突き進むのだ。いい。サラダ流奥義。覚悟しやがれ。ひとひねりにしてやるぜ。サラダ流奥義。おはぁ。あ、フィーはもう一個。あ、そっか、戦場ボーナス使ったから。あっちも伝令いたのか。普通に無視して戦ってるわ。いえ、あ、これもかっこいいな。いや、雪村強いよな。拙者が参ろう。で、運長は相変わらずの強さ。参る。いい。待って、まだ敵いるね、あっち。ちょっと倒しに行こうか。半蔵も出てきたんだっけか。ちょっと状況が分かってないけど。よしよし。ドゥルルル。私の知略に勝てると思いか。はい。あああ、ただうんちょうもカンストだからさ、あんまり使いたくないんで、できるだけねえ、ちょっと、助かったぞ。おい、かっけえ。とりあえずトリプルラッシュ。はい。今こそ。置いておけ。次は容赦しねえぞ。敵将。いい。ストッタリ。あ、いや。やるじゃねえか。ハンマー兵ってさ、結構さ、攻撃力高いよな。オロチね。
よし、ちょっとあっちにいるな。ちょっと待て待て待て、奥の方いますね。敵を捕らえた、任務を遂行する。やだ、やめて。あー、声やばいな。強引に突破しても駅はあるまい。しばし様子を見る。様子を見るぞ。新軍路が確保できたようだ。オッケーオッケー、我らも進むぞ。どう行こうかな。これどうやって行けるんだっけか。から行けるんだっけか。ちょっと覚えてないんやけどさ。お、戦っちゃう。いざ勝負。戦はなれば獲物で語りを持つわ。参られ、カウンバル。それは、礼を尽くすとしよう。見事。見事。敵将、仕留めたぜ。いてー。もう十分だろ。俺様が出るぜ。で、どうやったっけか、この、奥の方から、ここ登れたような気がするんだよ。あ、いけたいけた。しかもめちゃくちゃ日差し綺麗だな。日差しがね。そこっていう。あ、いけんか。で、結局降りんといかんのか。どっからか橋渡れるとこないかな。待って、この上から行けるな。いや、下はね、落石ゾーンだから、ちょっとここの橋渡って行けるね。行こう。クロッチ足速いな。まあ、素早さに成長玉振ってるからね。確か。速いんでござるよ。お邪魔します。さあ、相変わらず問答無用ですな。落ちんなよ、ハンド。オッケー。そういうことなんすよ。分かってくれました。だが、主の命令です。消えよ、ここは引く。で、これ橋また渡らんというか。ねえ、絶妙なタイミングでフィーバーが出ないわ。よし、進軍を再開する。で、翼徳がこっちに迫ってきてるから、もう返り討ちにしてやろうと。トリプルラッシュで、あ、手加減は無用ぞ、翼徳。オッケー。やっぱり強いぜ。たまらん、たまらん、今のアングルたまらん。よし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 、おら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 。翼徳当たったかこれ。オッケー。地味に残ってたな、 HP。 そう、ネタ武器いいんすよね、見た目ね。しゃね、話を聞いてやら。よいしょー、私たちの勝ちだぜ。勝ちだぜ。やっぱり兄者にはかなわねえ。負けたからには話を聞いてやら。聞いてくれ。まずは武にて信念を受けたまわった。戦いい子やな。言葉にて説明を伺う。渋いな声が、うん、我らがダッキに着いた理由だが、割愛させていただく。未来から来られたとは信じがたい話ですが、カウン殿の言ならば。それカウン殿の信頼がすごいな。信じよう、信じよう、キュリューさん。うん、徳川軍戦果だ。徳川軍全体的に声いいよな。はい、あ、いっぱいだ。クロッチも結構使ってっからね。さすがだ。見事だ。
ありがとう。まあ、15分ぐらいですかね。でも見てくださいよ、累計撃破数10万いってるんですよ。アンリミテッド結構使ったからね。はい、じゃあということで雪村とクロイチのラブラブトークを聞いて終わりましょう。雪村様、どこへ行っても鍛錬は欠かさないんですね。虫木ゆえ部に生きるほか道を知らぬからな。雪村天然やからな。そんなことないですって、もっといい道見つかりますって。なんかさ、稲姫とさ雪村がさ、すごいなんか天然トークをしてたのを思い出したわ。まあそれもね、なんかね、どっかであのみんなで、みんなでっていうのもおかしいけど、動画撮ろうかなとは思ってます。あの会話、陣地会話、そう、ここにいっぱいいるんですよ。かすみとかあやねとかオロチ2ってすごい陣地会話がね多彩でさ、もういつかちょっとね動画にしたいと思いますね。はい、まあ今更だけどね。まあでも最近スチーム版が出たということでね、みんな多分オロチ2やってんじゃないの。まあこれプレステ4版だけど、まあね、そういうことは置いといてですね、今回はここまでにしたいと思います。ご視聴ありがとうございました。